お前は趣味でヒーローをやっているものだ。圧倒的な力ってのはつまらないもんだ。 弟子にしていただきたい。足は兜に解き放つ準備をしておけ。先生のように強くなる方法を教えてください。いいだろう。俺は3年でここまで強くなった。腕立て伏せ100回、上体起こし100回、スクワット100回、そしてランニング10キロ。これを毎日やる。 暗殺から用心棒まで何度も受け負う最強の忍者、音速のソニック。